平野翔が社会を変える。空っぽの棚現象が示す日本の未来とは空っぽの棚は始まりに過ぎない。平野翔が加速させる日本社会の大転換。2024年の CM オートの呼び声も高い平野翔さん。彼が宣伝する商品は軒並み大ヒットを記録し、経済効果は計り知れないほどの影響力を持つ。中でも、 韓国初のヘアケアブランド、ウォンジョンヨのアンバサダー就任は大きな話題を呼んだ。発売初日から品切れ続出、SNS 上では、ヘ野ミクスなる言葉まで生まれ、その経済効果は計り知れない。しかし、このヘ野ミクスは、ある奇妙な現象を引き起こしている。それは、空っぽの棚現象だ。平野さんがアンバサダーを務める、 ウォンジョン用のヘアケア商品はあまりの人気に入荷してもすぐに売り切れてしまう。そのため店頭では商品の棚が空っぽになっていることが多いのだ。ファンの間ではこの空っぽの棚を目の当たりにすることが一種のステータスになっているようだ。仕事帰りにロフトに立ち寄りウォンジョン用の棚が空っぽになっているのを確認したファンは やっぱりなかったよ。スマイルマークいいのいいのすっからかんの売り場の棚を見るだけでなんだかすごく誇らしい。気持ちになれたのよ、と SNS に投稿している。また別のファンは、悔しがってるだけじゃなくていいのいいのって誇らしいってまさかの急な告白でした。ありがとう。ございます。この日は買えなくても謎に満足して売り場を5にしたよ。スマイルマークと、空っぽの棚を見て満足感を覚えたことを告白している。 これらの声は、一見矛盾しているように聞こえるかもしれない。商品が買えなくて悔しいはずなのに、なぜ誇らしいと感じるのかそこには、平野さんの人気を裏付ける確かな証拠を目の当たりにしたという喜び、そして、その喜びを共有する仲間意識が生まれていると言えるだろう。さらに、入荷情報が共有され、ファン同士で励まし合う姿も見られる。 木曜日の昼休みにもゆくのロフトに行ったらあったの。たっぷり並んでいたけど、売り切れてしまったか、という嘆きの声に、木曜にたっぷり並んでたのね、一分の五以降、商品が追加されていないとばかり思っていたよ、教えてくれてありがとう。こまめにチェックしてみるのが良さそうだね、と励ましのコメントが寄せられている。これらのやりとりからは、ファンが温情よ。 の商品を手に入れることを目標としているのではなく、むしろ、ウォンジョンよ、の商品を求めて奔走する過程そのものを楽しんでいる様子が伺える。それは、まるで宝探しゲームのようだ。お目当ての商品を見つけることができた時の喜びは、ひとしおだろうが、たとえ見つけられなくても、その過程で得られる仲間との連帯感や、平野さんへの愛情を再確認することで、 満足感を得ているのではないだろうか。空っぽの棚現象は、平野さんの絶大な人気を象徴する出来事と言えるだろう。しかし、同時にそれは、現代社会における消費行動の変容をも示唆していると言えるかもしれない。かつての消費者は、商品を所有することを目的としていた。しかし、現代の消費者は、商品を 体験することを重視するようになっている。商品そのものよりも商品を手に入れるまでの過程、商品を通して得られる経験、そしてその経験を共有するコミュニティに価値を見出すようになっているのだ。空っぽの棚現象はこうした消費行動の変容を象徴する出来事と言えるだろう。それは商品が物質的な価値から記号的な価値、 絵と変化していることを示していると言えるかもしれない。人々は商品そのものよりも商品が象徴する物語やコミュニティに価値を見出すようになっているのだ。平野さんの人気は今後もますます高まっていくことだろう。そして空っぽの棚現象はさらに多くの商品で見られるようになるかもしれない。それは 消費社会における価値観の転換を意味するのかもしれない。私たちは商品を所有する時代から商品を体験する時代へと移行しつつあるのかもしれないのだ。空っぽの棚現象は一見すると単なる品切れ騒動のようにも見える。しかし、その背景にはファン心理、経済効果、そして現代社会における消費行動の変容といった。 複雑な要素が絡み合っている。それは私たちに多くの問いを投げかけていると言えるだろう。例えば私たちはなぜ空っぽの棚に惹かれるのだろうかそれはそこに平野さんの存在を感じることができるからだろうかそれとも希少価値の高いものを追い求める本能的な欲求からだろうか あるいは仲間意識や一体感を味わいたいという心理が働いているのだろうかさらに企業はこの空っぽの棚現象をどのように捉えているのだろうか彼らは意図的に品薄状態を作り出し消費者の購買意欲を高めているのだろうかそれとも需要予測の甘さが露呈した結果なのだろうかまた倫理的な観点から 意図的な品薄状態は許されるのだろうかそして、私たち消費者は、この空っぽの棚、現象とどのように向き合っていくべきなのだろうか私たちは、希少価値に踊らされず、本当に必要なものを選択していくことができるのだろうかそれとも、今後も、空っぽの棚に翻弄され続けるのだろうか空っぽの棚、現象は、 単なる一過性のブームとして片付けることはできない。それは私たち自身、そして私たちが生きる社会を映し出す鏡なのかもしれない。平野翔さんという一人の芸能人の人気が、このような社会現象を生み出す力を持つということは、改めてエンターテイメントの持つ影響力の大きさを実感させる。それは単なる消費活動を超え、人々の心を動かし、 社会に新たな価値観を提示する力を持っていると言えるだろう。しかし、その一方で私たちはこの熱狂に流されることなく、冷静な視点を持つことも忘れてはならない。熱狂の裏側には必ず光と影が存在する。平野さんの人気は多くのファンに喜びと活力を与えている一方で、 過度な競争やプレミア価格での転売といった問題も引き起こしている。私たちは、この現状を客観的に見つめ、より健全なファン文化、そしてより良い社会を築き上げていくために、何をすべきかを考えていかなければならない。それは、ファン一人一人の責任であると同時に、企業、メディア、そして社会全体の責任でもあるだろう。空っぽの棚現象は、 私たちに多くの問いを投げかけている。それは単なる商品の人気や品薄状態という問題を超え、現代社会における価値観、倫理観、そして人間心理そのものを問うていると言えるだろう。私たちはこの現象を機に自分自身と向き合い、そして私たちが生きる社会の未来について真剣に考えていく必要があるのではないだろうか。